こんにちは、パクタンです。ここからは簡単一手間で栄養バランスアップ、具沢山うどんの作り方を紹介します。材料はこちらです。鍋にめんつゆと水を入れ火にかけます。めんつゆと水の分量はめんつゆのパッケージを参考にしてくださいね。めんつゆと水を入れた鍋に冷凍うどんを入れます。次に冷凍のほうれん草を入れます。冷凍ほうれん草は包丁を使わずにそのまま料理に使えるので便利です。乾燥わかめを入れます。卵を割り鍋に入れます。蓋をして煮ます。卵が好みの硬さに仕上がったら火を止めます。器に盛り付けます。お好みでごまを振ります。具沢山うどんの完成です。具材はこの動画で紹介したものの他にもお好きなものをお使いくださいね。調理経験の少ない方でも栄養バランスの取れた食事ができるアイディアは元気を作るお食事ガイドをチェック、多摩府中保健所フレイルで検索してみてください。